はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、久々に皆さんにビタミンカラーのアレンジメントを紹介します。イエス。最近こうクリスマスのことばっかりでちょっと他のことをやってなかったんで、まあ特に他もそうじゃないですか、街中みんなクリスマスになっちゃってるんで。でね、やっぱりこうクリスマスというよりは今年は皆さんが乗り越えなきゃいけない、お花好きの皆さんが今年をこうぐわっと乗り越えて、また来年もぐわっと盛り上がっていくためには、やっぱお花で盛り上がっていかなきゃいけないし、お花の色で盛り上がっていかなければいけない。そうなってくるとビタミンカラーじゃないですか。なのでフラワー TV では皆さんにビタミンカラーのアレンジメントをお届けしようと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はこちらのね、この器を使ってアレンジしていきます。で今日の花材をちょっと紹介したいと思います。まずこちら、これがピンクッションです。そしてこちらがバラですね。バラ、黄色とオレンジと2色使います。はい、でこちらがシンピジウムですね。そしてピットスポラムという葉物になります。こちらがレザーリーフファンとフロリダビューティーです。では早速いってみましょう。まず最初にこちらのね、フォームの面取りをします。はい、このように面取りをします。そして、まず今回はこのシンピジウムを刺していきます。で今回ね、ちょっとこんもり小さく刺していこうと思いますので、シンピジウムを切り分けます。そして刺します。次にこのピンクッションを入れていきます。ただその前に少しだけこのフォームの面をファンデーションワークします。ファンデーションワークはこのレザーリーフファンでございますね。皆様のチャンネル登録をね、フラワー TV ではお願いしております。チャンネル登録ね、特に金額がかかったりするもんではないので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録には、YouTube というか Google のアカウントを取る必要があるんですけど、簡単にできますのでお願いします。最後にチャンネル登録、この動画の最後にチャンネル登録お願いしますっていうね、ボタンっていうか僕の顔写真が出てくるんですよ。あと今多分ね、皆さんが見てる右下あたりにうっすらと N フラワーのこうサインが出てると思うんですけど、そこをクリックしていただいてもいいですし、最後の僕の顔をクリックしていただいても、どちらでもチャンネル登録の画面に行くことができますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでファンデーション枠が終わり、ここでこのピンクッションを刺していきます。ピンクッションはこの葉っぱを全部一応こうね、傷んでるところがね、見えますかね、見えた、このね傷んでるところはこうやってところどころあるんです、見えますか。なので葉っぱをこう綺麗に傷んでるところは取っていきます。はい、そして刺します。その時になるべくフォームにダメージを与えないように
ナイフ等でこう細く裂いて削いで刺しましょう。はい、でもう一本も刺していきます。はい、このように刺さりました。もうちょっと手前か。はい、次にこのねバラを刺していきます。今、まあ、黄色とオレンジのバラがあるんですけど、まあ、ここオレンジのピンクッションの間は、まあ、オレンジじゃなく黄色いバラにしたいので、オレンジはまたね違う場所にこう刺していきます。こうですね。最近あの月金でライブ配信を始めました。なんかねこう今まで作るこういう編集した動画をねたくさん流してきたんですけど、まあよりレッスンにした時にはよりこう皆さんとの距離がね近い方が分かり、質問とか受けられて皆さんにこうよりよりじゃなくてこう寄った講習ができるので。そのような形をとっています。まあね、通常講習だけじゃなくてこのような、今まで通りの動画や、またねどっかにこう出張した時出張動画みたいな面白動画とかもどんどん配信していきたいと思っておりますので、月金の10時はライブ配信、とりあえずそれ以外は、水曜日に、通常のこう編集した動画、その他に、まあ、今までねこうライブ配信ができなかったんで、僕の意気込みの風景とかはなかなかライブで流すことができなかったんですけれども、そういうのもね手軽にこうポンと携帯カメラを置いてライブ配信ができるようになったんで、なんかねああいうのを僕自身ちょっとクライアントのところにいるんで、コメントとか、お話しすることはできないんですけれども、行ける順番とかをすごく見ることができると思うので、ぜひね、参考にしてみてください。まあ、ただねライブ配信、まあ、ライブ配信ってその意気込み動画に関しては僕はねゲリラライブと呼んでるんですけど、まあ、突然始めるんでね予告なしに、ゲリラライブに関しては昼間が多いんで、まあ、皆さんねお仕事されてる方とかなかなか見れないと思うんですけど、まあライブ動画は後でも見れますので、ぜひ後で見てみてください。でゲリラライブ動画に関しては特に説明とか全くしてないので、ある一定期間を過ぎたら、動画は消してしまいますので、ぜひね見逃さないように見ておいてください。はい、こちらでバラが刺さりました。次にこのフロリダビューティーをね刺していきます。フロリダビューティーに関してはこうパーツにこう切り分けて、でねこれこのまんまバサッと刺しちゃう人いるんですけど、これね必ずこうやって葉っぱを手でまとめてあげてこう刺してあげます。そうすると。こういう風にまとまって刺さって分かります。あのまんま開いたまんま刺すと開いちゃうんですよ葉っぱが。意外とそういうところが結構大事だったりするんで気をつけてみてください。
はい、最後にですねこのビットスプラムを入れてこのアレンジに少し柔らかさを出していきます。はい、こちらで完成です。ではですねちょっとカメラで正面サイドから寄って見てみましょう。こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなかかっこよくて元気が出てかわゆいアレンジメントに仕上がっているのではないでしょうか。はい、フラワー TV ではよりねこう多くの方に、このフラワーアレンジメント、まあ、お花のね、素敵さとか、かっこよさとかを知ってもらうため、うん、でまたねこう組み合わせていくこの技術、ただお花を紹介するんじゃなくてこうお花を組み合わせていく技術とか、うん、その発色の美しさとか、まあ、そういうものをね本当により多くの方に見ていただきたい。またねこうフラワーデモンストレーションっていう僕なんかがよく行う皆さんの前で行うデモンストレーション形式のフラワーデモンストレーションがあるんですけど、まあ、こういうのがノーマストのデモの一環ですね。もっとねこう普段会場を借りてやるんですがそういう会場に足を運ぶことができない方とかも、たくさんいらっしゃいます。そういう方たちのために、ちょっとねそういう人たちにもこのお花を組み上げていくかっこよさとかを、見せてあげたいというねすごいこう強い思いが常にこう N フラワーフラワー TV は持ってますのでそういう企画をこれから立ち上げていきます。ちょっともう少しするとその企画内容を、きちんとね皆さんにお伝えできると思いますので、その時はその時をぜひ楽しみにしていてください。皆さんもこう参加できるような形にしていきたいと思います。はい、ではですねまた次回お会いしましょう。次はライブですかね。はい、はい、ではまたお会いしましょう。 See you next time. よろしく。